グリポサウルスグリプソリスは、8300万から7400万年、前の白亜紀後期サントニアンカンパニアンの北、アメリカに生息していた、ハドロサウルス類に分類される恐竜の属の一つ。グリポサウルスの名は、カナダアルバータ州のダイナソーパーク類相と、アメリカモンタナ州のツーメディスン類相下部、ユタ州のカイパロイッツ類相で発見された標本に与えられている。 グリポサウルスはクリトサウルスに似ており、長い間動物異名だと考えられていた。多くの頭骨といくつかの骨格が知られている。皮膚の痕跡も見つかっており、背中の正中線に沿ってピラミッド型の鱗で覆われていたことが伺える。最も容易に見分けることのできる特徴は高く緩やかに隆起した尾骨である。これはしばしばローマ花のようであると表現される。そして、 それはおそらく種あるいは性別を見分けるために役立った。または種内競争で格闘に用いられたかもしれない。二足歩行と四足歩行をする大型植物食恐竜で全長は約9メートル。川辺に生息していたと考えられている。ジーノ・ウタバリス復元図グリポサウルスは典型的な大きさと形態をしたハドロサウルス類だった。 本属の最高の標本は、クリトサウルスインクルビマヌスクリタソリスインチャーバメイニスとして記載された、ほぼ完全な模式標本である。それは現在は、クリポサウルスのタビリスグリプソリスのータバリスとされている。その全長は約8メートルである。本標本は、クリポサウルスの中で最も良好に皮膚根を保存したものでもある。箇所によって異なるタイプの鱗を持っていたことが、 伺える。頸部と胴部の側部には、均一な多角形の鱗が横並びになっており、低く長いピラミッド型の構造で、背中の長部に沿って、小中線の列をなしている。グリポサウルスは、頭骨と化学骨の特徴により3種が命名されている。アルバータ州、ダイナソーパーク類相下部から、多数の良好な標本が見つかっているグリポサウルス。 ノタビリスグリプソリスノータバリスは、頭部が前後に長く、鼻の隆起はほどほどに発達する。その発達が弱いとされるグリポサウルスインクルビマヌス、ジーインチャーバメイニスは、現在は、本種のシノニムで幼体化、アセータイとされている。本種は化石記録が、クリトサウルス属で最も豊富であり、80年近く、クリトサウルス属に含められていたため、 クリトサウルスの代表として取り上げられている場合がよくある。モンタナ州、トゥーメディスン類創産のクリポサウルスラティデンス、グリプソリスラタデンズは完全な頭骨は未発見だが、比較的長い頭をしていることがわかっている。以前は、鼻の隆起はかなり低いとされていたが、成長段階によっては、あるいは個体によっては高く発達した。最も原始的なクリポサウルスである。 本種の発見は、ハドロサウルス類の出現がサントニアンのかなり早い時期に遡る可能性を示している。グリポサウルスモニュメンテンシスグリプソリス、モニアメンテンシスは、ユタ州カイパロイッツ類層チューブから完全な頭骨や部分的な体骨格がいくつか知られている。頭骨は前後に短めで、花の隆起はかなり高い。 詳細に保存された頭骨は重要で、ハドロサウルス類の同定には非常に役立つ。アマースト大学自然史博物館の骨格、グリポサウルスはサウロロフス赤のハドロサウルス類である。つまり、後頭部の中空のトサカを持たないカモノハシ恐竜のメンバーである。一般にグリポサウルスの名はアーチ状の花を持ったカモノハシ恐竜という意味で、しばしば用いられる。 テティス・ハドロスは、被災時に、グリポサウルスに含められていたものの一つである。アントニオの愛称で呼ばれていたグリポサウルスは、テティス・ハドロスの標本である。グリポサウルス赤は、ハドロサウルス家内の海分類群として、ジャック・ホーナーによって提唱されたが、現在は使われておらず、マルケスらが用いている、クリトサウルス族とほぼ同一のクレードである。クリトサウルスとグリポサウルスの、 主な違いの一つは生息年代である。クリトサウルスはわずかにクリポサウルスより新しい時代の地層から見つかる。また、クリトサウルスの頭骨は完全には知られておらず、目より前の部分がほとんど失われている。しかし、クリポサウルスと非常によく似ているが、尾骨の隆起はクリポサウルスほど目立たなかったと思われる。以下のクラドグラムは、 マルケスとワーグナーによる2012年のクリトサウルス、族の系統解析に基づく。ありがとうございます。